はい、どうも、ティームイルミネーションファンタジーです。今ね、撮影している野鳥はですね、ガビ鳥になります。まあ、一脚をね、持ち合わせてなかったんで、手持ち撮影になってますので、ちょっと動画がね、ブレてるのはご了承ください。まあ、鳴いてる方がね、オスで鳴いてない方がメスかなっていうぐらいの判別しかできなくて、ちょっとね、ネットでも調べたんですけれどもね、オスとメスの違いっていうのがなんか詳しく書いてるところがちょっと見つからなかったんでね、まあ多分オスとメスだろうなっていう感じで見ておりましたっていう感じですね。まあ比較的ちょっとね警戒心が強くてあんまり寄れてね撮影できなかったなっていう感じです。はい、鳴き声ですね。はい、はい、ここからはね写真になります。先ほどのね動画の中でも説明した通り警戒心が強くてね全然近寄れなかったよということで焦点距離600ミリでの撮影になっておりますので、解像感はねあまりよろしくないなって感じですけど、まあこのくらいの写りはねしましたよって感じです。はい、次の写真になります。焦点距離がね、500ミリで、被写体が大きめに撮れてるということもありまして、解像よく撮影できてるんじゃないかなと思います。加えてるね、獲物は雲になります。まあ結構でかいね、雲をね、捕まえ、捕食したなという形で、ちょっとびっくりして見てたんですけれども。はい、そんな感じです。はい、次は泣いてるシーンをね撮影してみましたっていう形で、シャッター速度がねちょっと320分の1で ISO 感度2000っていう形で明るさを結構優先して撮影したんですけれども、まあね何枚かねちょっと被写体ブレしてたのがあったんですけれども、まあ連写することでねその中の何枚かがまあこういった形でまあ被写体ブレなく撮れてるかなという写真が撮れましたっていう感じですね。はい、はい、次の写真になります。今度は焦点距離500ミリで、まあ、被写体が大きめに撮影できたなということで、こちらも解像よく撮れてるかなと思います。まあちょっと背景がね真っ暗なところで、撮れてますので、被写体がね浮き上がったような形で、強調された感じで撮影できてるのが特徴的な写真かなと思います。まあこうやって狙って撮影できるのもね、被写体がそこに飛んでこないと撮れないんで、狙って撮ったかって言ったら、まあ狙って撮ったとは言いづらいんですけれども、あ、まあ、このシーンになったら、ここに飛んできてくれたからこんな感じで撮れるかなって思って撮った写真になります。はい、次の写真になります。また焦点距離600ミリに戻ってますので、まあちょっと解像感はあまり良くないかなっていう写真です。食べてるものは多分セミの幼虫かなと思うんですけれども、ちょっと判別ができませんでした。すいません。はい。はい、次の写真になります。まあ、ガビ鳥の向きが変わっただけの写真になるんで、撮影直径は先ほどの写真と同じになります。はい、以上でねガビ鳥の撮影写真は終わりになります。まあちょっとね何度も動画の中では言ってるんですけれども、やっぱ600ミリマックスで撮影すると、まあまあこれくらいの解像しか出ないよねっていうのが、まあほぼほぼ分かってきたかなっていうのは伝わってるかなと思うんですけれども、まあその中でどのようにしたらね綺麗に撮れるかなっていう話になったら、まあなるべくねやっぱ被写体との距離を、まあ、10から15メートルぐらいで撮影して、さらに、まあ、そうだな、焦点距離とかも400ぐらいでね、撮れるような感じでしたら、まあ、シグマ150、600のレンズといえどもね、結構解像よく撮影できるんじゃないかなとは思います。まあ、設定条件ね、ずっと書いていってるんでね、まあ、400ぐらいで撮ったのと600ぐらいで撮ったの。どっちが写りがねいいのかって言ったら、大体やっぱ400で撮ってる方がいいですし、まあ、まあこんな感じの差が出るんだろうなっていうのは大体分かってきたんじゃないかなとは思います。まあせっかくね600ミリもあるんで600ミリまで使いたくなるっていうところはあるんですけどね、やっぱり使える写真使えない写真って考えた時には、まあ600まで伸ばさずに400ぐらいでね留めて撮れるぐらいで撮影していかないと、まあ没写真がいっぱい増えちゃうかなっていう感じですね。
まあ、YouTube してるぐらいだったらね、まあ、こうやって記録写真っていう感じで使うぐらいだったら600でも全然いいでしょうけれども、なんか綺麗にね、こんなに綺麗に撮れましたよっていうような感じの写真でアップしたいのであればね、600じゃなくて400ぐらいで撮影できる感じで撮っていった方がいいかなと思います。という意味ではね、別のレンズもちょっと今検討はしててまして、 EF100-400 の2型とかいいんじゃないかなとはずっと思ってるんですけれども、まあ RF ねレンズにちょっと移行している中でそれを買うのかどうかっていうのはちょっとずっと悩んでましてね、現状はねちょっとまだまだね買いじゃないのかなとは思ってるんだけどね、安いもんでもないですからね、まあそんな感じです。まあ、皆さんもねいろんなレンズ欲しいなと思いながらやってるかと思いますけれども、まあ自分のねやりたいことに合わせて、まあ装備は揃えていったらいいんじゃないかなと思います。まあ YouTuber のね配信見てたらもうあれ最新のねカメラやレンズはどんどん紹介されて来てるんで、なんかちょっと買わなければみたいな煽りをちょっと感じはするんですけれども、まあ自分がどこのねレベルを持ってやってるかっていうところで装備は揃えたらいいんじゃないかなとは個人的には思います。はい、ではね次の動画でお会いいたしましょう。ではでは。